あ、すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、今大丈夫ですか？もう大丈夫です。あの、紹介していただいてというか、はい、あの、ありがとうございます。お時間取っていただいて、とんでもございません。今回の動画はアルタ探偵社さんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いいたします。小川さんならあれですよね、あの、元警察官の犯罪ジャーナリストってことなんですよね。そうです。刑事と警察官違うんですか？まあ、警察官に最初なるんですけど、はい、その後に刑事課に入って、まあ、ずっと刑事をやってた。ああ、でも普通に刑事ってことですか？元、まあ、元刑事で出てます、今もね。あ、そうです。で、今はまあ犯罪ジャーナリストって言って、まあ、現職当時から現場が好きだったので、はあはあ、やっぱり今も現場に行くようにして、だから北海道から沖縄まで、なんか事件等があればですね、はあはあ、自分で現場行って取材をしたりとか、はあはあ、今もしてます。え、なんか今日は 昼帯出てたんですか？あ、今日昼帯とか午後島とか。何の事件で呼ばれたんですか？今はですね、あの、連続強盗事件、あのルフィですか？はい、ルフィの強盗殺人事件があったんですけど、あのフィリピン、私、まあ、国際捜査課っていうところに長くいたもんですから、ほうほう、そういう国際犯罪はちょっと私のテリトリーというか得意な。あ、そうなんですか？はい、ジャングルなんですね。今現在外国に、はい、まあ、フィリピンの収容所に入っているものをどのようにして日本に、まあ、あの、送還するのかとかですね、そういったことですね。あの事件ってフィリピンに逃げてる凶悪犯がいて、はい、その人たちの指示によってどういう詐欺してたってことなんでしたっけ？まあ、あの、これまでは振り込め詐欺、2年前にあの36名は日本にもう強制送還されてそれぞれ逮捕されてるんですが、その、まあ、4名についてはいろんな理由をつけて、まあ、滞在していた、まあ、収容所にまだ今も入っているという状態で、そこで指示をしながら今度は振り込め詐欺じゃなくてその強盗事件の指示をしていたんじゃないかと、はあ、いうことですね。ただ、今フィリピンにいる4人が主犯かというと指示役であることは間違いないでしょうけども、やはりこの主犯というのはもっと他にもいるんじゃないかなと。ビクータンという収容所にいるんですが、収容所の中だけでこのの指示だけで強盗事件が完結するとはとても思えない。でも実行犯は別々の人だったからね。まあ、実行犯はすでにもう30数名、うん、捕まってます。ちなみにその集団は何の組織なんですか？半グレなんですか？まあ、半グレというかですね、その実行犯自身は闇の、あの、バイト募集みたいな感じで、ど素人を集めて、お金を必要な高額なバイトがあるよってことで、まあ、雇っているということですね。なんであいつらフィリピンに来るんですか？まあ、フィリピンとかタイに逃げるのが多いんですけども、やはり逃げやすいというのと、まあ、昨年もタイでもですね、振り込み詐欺のグループ捕まってるんですけども、日本国内で、あの、かけ子が電話をすると捕まりやすいわけですね。それで海外からかけ子かける電話をかけて振り込み詐欺騙すことをやっていたというのがあるんですけども、まあ、それが今回もフィリピンであったと。で、フィリピンで2年前に30数名捕まって、でそれが主犯格であるこの振り込め詐欺の4人はそのままフィリピンに滞在していると。はい、でも一応なんかその収容所にいるとは、そうです、捕まったりとか、フィリピンに捕まったんですけども、収容所にいる、なぜ収容所にいるかって、日本に送られると逮捕されてしまうから。だから収容所にその入管施設の者にお金を払って、賄賂を払って、はあ、でずっと滞在してる。はい、そういういろんな手を使ってですね、まあ、今は自分の妻であったりとか知り合いに告訴させるんですね。あの、嘘の告訴、まあ、これ嘘か本当かわからないんですが、その処理が終わらないと日本に送れないんです。それをずっと続けてると。で、告訴してそろそろ裁判始まるよっていうと、いや、取り消します。で、また新たに告訴されるといったような、普通常識では考えられないようなことが、まあ、フィリピンでは起こっていると。しかも収容所の中ではですね、
普通はこうタコ部屋、雑魚寝の部屋なんですけど、お金を払うと4人部屋になったり、もっとお金を払うと2人部屋、もっとお金を払うと個室、しかもエアコン付きの個室に1ヶ月10万円ぐらいですかね、払うとこのエアコン付きの個室が与えられているといったような感じでもありますね。じゃあ割と快適な暮らしをその4人がしている可能性があるんですか。まあ、そうですね、収容所にいるような生活ではない。まあ、外に出たければですね、まあ、これも私実際に収容所に、昨年まで入ってた人間に取材をしてるんですけども、お金さえ払えば、例えば病院行きたいっていう申請をして、お金と一緒にですね、そうすると、まあ、あの通院が認められるそうなんです、外に出る。でその時にその、まあ、警備の者と、入国管理局の職員と一緒に出るんですね。でそこでお金を渡すと買い物したりとか、あと美味しいものを食べたりとかして、でまた戻ってくるといったようなことを、まあ、繰り返しやっていたという話ですね。そういう事件なんですね、はい、とかそれのコメンテーターで言ったわけですけど、ね、まあ、コメンテーターというか、そうですね、犯罪ジャーナリストとして、まあ、コメントを求められてということですね。はい、何歳なんですか、お母さんって。今61です。今年2になります。え、刑事を辞めてから何年ぐらいなんですか。あ、もう10年11年ですかね。出身はどこなんですか。出身は愛媛県の松山市です。四国ですね。子供の頃は警察になりたかったの。いや、そうではないです。警察官になりたかったのは、まあ、本当に警察官になるちょっと前ですかね。それまでは別に何になりたい少年だったんですか。私は、新聞記者、中学生ぐらいからは新聞記者になりたかったっていうのがありました。はい、高卒で警察学校とかに行くんですか。あ、そうですね、警察学校に、まあ、試験受けて、採用試験受けて、で警察学校にまず1年間入りました。で1年行ったらもう勤務ですか。そうですね、はい、で最初普通に交番勤務なんですか。はい、そうですね、最初1年間は交番勤務。はい、1年交番勤務して、それから私は、機動隊、関東管区機動隊っていうのがあるんですけども、その関東管区機動隊に2年入りまして。機動隊って何するんですか。機動隊、今いろんな、当時は成田空港の警備、等が非常に多かったですけども、それとかあと原発の警備だとか、いろんな日競争大会だとか、いろんな横須賀に、空母が入ってくるとですね、そういう反対運動があったり、その警備だとか、そういった警備をやります。なんか事件が起きたらそれでもなんか出動するみたいなこともあるんですか、機動隊は。そうですね、ありますね。まあ、関東管区機動隊っていうのは自分の県はもちろんですけども、まあ、関東であった事件、例えばそのサミットとか、そういったのがあればもちろん行きますし、その関東管区で、関東だけではなく北海道にも沖縄にもいろんなところに派遣されて行くことが多いです。お母さんが機動隊ってのは基本的にその大きい時点にその機動隊が派遣されることあったんですか。なんかその ありますね。ただ私の時には、まあ、サリン事件の時も機動隊は出動してますけども、まあ、私はその時はもう、あの県警本部にいましたから、行ってませんけども、そういった事案があれば行きます。はい、でそれで2年間機動隊やった後も、あとはそれ2年間で除隊をして、今度は留置所勤務。はい、留置所勤務、はい、留置所の看守としてっていうのは、これは刑事の登竜門とも言われてるんですけども、その刑事任用専科というですね、あの刑事になるための学校試験を受けて、で出てきてから今度刑事になるわけですね。へえ、その看守って刑事登竜門ですか。そうですね、ですから刑事さんの大半は留置所勤務を経験していると思います。というのはですね、被疑者を取り扱うわけですね、被疑者の心理だとか、取り調べが終わって留置所に戻される、その留置所でどういう、まあ、動きをしているかとかですね、そういった被疑者の、まあ、動静とかですね、そういったものを見るってことで、まあ、留置所で勉強する。まず一番被疑者で一番大事なことは飛ばれない、要は逃げられないことですから、逮捕したのを、まあ、その最たるものが留置所勤務ですよね。はい、ちなみにその監視で、まあ、見守ってるっていうのは分かるんですけど、はい、仕事としては他何するんですか。はい、まあ、動静把握、どういった動きをしているかとか、何か異常があれば
その取り調べ官なり上司に報告すると、うん、まあ、要は留置場勤務って、まあ、留置場に入ってるものに逃げられたりしたこともありますけども、うん、留置場勤務は何もないのが当たり前、うん、やはり大阪でも留置場でこう首吊ってね自殺した者もいますよね。だからそういったので留置場勤務っていうのは、まあ、事故防止、何もないのが当たり前で何かあったら大変、うん、っていうことで、まあ、私が実際に留置場勤務やってる時もですね、まあ、首吊りをした者もいます。ただ亡くなりはしませんでした。発見が早かったので早く発見して、はい、そうか、その捕まった最中に自殺試みとかさ、あるんか、そうか、そうっすよね。で、警察学校入ってる時は、はい、警察の監督の勤務は一旦ないんですか？ないです。ひたすら勉強するだけ。勉強です。はあ、なるほど。それが22ぐらいってことですか？そうですね。でそれで、その時にやっぱり実習もあるんですね、うん、尾行だとか張り込みだとか、あと供述調書の作成要領、取り調べ要領、いろんなことを朝から晩までっていうか宿題が多くてですね、12時より早く寝れることはまずないです、その間は。でもちろん試験もあります。それで卒業する前に1ヶ月ぐらい実習を大きい警察署で、また学んで、今度は実務的なことですね。でその時は本当に本物の張り込みとか尾行とかも、うんうん、実際にやらせてもらいます、はい、でそれで出てきて次の移動で晴れて刑事になるという感じですね。じゃあ何歳の刑事だったんですか？22ですかね。私は一番最初は刑事一課の盗犯係というところの刑事をやりました。盗犯係何するんですか？泥棒です。あ、はい、捜査の基本は泥刑にあるとかですね、うん、はい、でよく言われるんですけども、私もその最初は泥棒刑事から始まりました。え、泥棒刑事ってのはまずじゃあ泥棒があったと通報があったのを捜査して犯人を捕まえるってことも、まあ、通報があったのを捕まえるのももちろんやりますけども、やはり刑事なので日本全国にですね窃盗常習者、まあ、つまり、特業泥棒ですね、泥棒だけで飯食ってる人間が実は3000人ぐらいいるんです。そのプロの泥棒がいるんですか？そうです。もう泥棒以外の仕事を一切しない。でその3000人の中でだいたい半分1500人ぐらいが沈んでるんですね。沈んでるっていうのは刑務所に入ってる。ほうほうほう。ですから実際今こう活動しているのが1500人ぐらいいると思っていただければいいと思うんですけども、ほうほう。ですから泥棒が出所します。ほうほう。だから出所の情報って、まあ、刑事がみんな持ってるんですね。でそのものの手口、うんうん、要は癖ですよね、うん、泥棒する癖。でその癖を見て、あ、この泥棒はどこの誰々の手口だなというようなことでその泥棒を探すわけです。あ、へえ、なるほどね、はい、で例えば新宿のこの辺りでとかこの付近で泥棒がこう発生していると、同じ手口の発生していると、うん、だったらこれあいつだろうと。じゃあどこ探せばいいんだっていうと、これだったら新宿駅必ず使ってるよねと言うと、新宿駅をずっと張り込んでこう来るのを見つけるとかですね。であとはそういう泥棒が先に名前が出てくるので、まあ、これまとわり捜査っていうんですけども、このものは泥棒したお金を何に使うんだと。例えばギャンブルに使う、ギャンブルでも競馬なのか競輪なのか競艇なのかで、競艇で使うとするとですね、競艇場に行くとどこで感染するんだと、うん、そういうのを全て当時は刑事の頭の中にあったんです、はあ、でそこに行って調べると、あ、いた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 ってことで尾行をして、本人がどこに住んでるかを調べるわけですよ、うん、でそう言ってやるんですけど、まあ、今はねコンピューターの中で、データとして保存されていると。だからこういう手口がありました、これは誰の手口ですかってやると、ドババッとこう AI が弾いてくれる、うんうん、それ実際に泥棒って現行犯じゃなくても逮捕できるんですか？まあ、現行犯で、逮捕する方が少ないですね。逮捕するための証拠っていうのはどうやって集めるんですか？なんか結構難しくないですか？まあ、一番最初は現場ですね。現場ですけど、まず指紋なんていうのは、今指紋残すものなんて中学生でも手袋しますから、うん、でやっぱり一番はゲソ痕です。え、ゲソ痕、靴の裏。ああ、はあ、はあ、はい、靴の裏に、まあ、いろんな文様があるじゃないですか、はあ、その文様って10人いれば10人とも違うんです。靴って履き癖ありますよね。
内側がすり減ったり外側がすり減ったり、ほうほうほう、あと文様に例えば石が挟まったり、あと釘踏んで傷がついてたりとか、ほうほう、だからもう本当指紋と同じようにそのゲソ痕だから、私今でもこう駅とか階段とか歩いてるとですね、どうしてもああいうふうに靴を見ちゃうんですね。で靴をこう上がるじゃないですか、靴の裏を見てしまう癖が今でも。でもそれが誰かと一致するってどうやって調べるんですか。ですからまず裏見ますよね、うん、でこの発生してるところってあるじゃないですか、うん、そこでひたすら張り込んでその靴を履いてるのを見つけるんです。靴屋に行って裏を見てないと靴の表ってなかなかわからないじゃないですか、うん、で見つける、で見つけたらそのもののゲソ痕を取るんです、こう歩いてるところに、うん、で取ってそれが一緒かどうか、へえ、っていうことです。そんな、一番最初に逮捕したらいつですか、泥棒。あ、それはもう交番の時に。あ、交番の時ですか。はい、あ、そ、刑事になってからも。あ、刑事になった、なってからも、まあ、刑事になった、もちろんあのすぐっていうわけじゃないですけど何ヶ月かで、はい、まあ、刑事になってからは刑事を泥棒を捕まえるっていうよりもどちらかというと捕まえるのは一人で捕まえることはなかなかないので犯ですから、まあ、取り調べをやったっていう方が印象が強いですかね。あ、そこの泥棒担当から次何になるんですか。はい、次はですね、県警本部の機動捜査隊、機動捜査隊という、まあ、覆面パトカーを乗っけてね、サイレン鳴らして走ってる、まあ、テレビドラマ、トークでもありますけども、その機動捜査隊っていうところに行ったんです。そこで最初はあの広域捜査というですね、当時ちょうどこのグリコ森永事件とかあったので、うん、それでいろんなところをこう捜査できるようなこと、まあ、あとは誘拐犯とかですね、誘拐、企業恐喝、もちろん殺人事件ともそうですけど、そういった仕事を担当しました。その任務としては、現場に行くってことですか。現場行きます。誘拐事件とかあれば誘拐事件の捜査もしますし、はい、そういった。ですから最初は何もない時も当然ある、誘拐毎日あるわけじゃないので、ない時は訓練ですよね、うん、それを毎日のようにやってました。一番その刑事のキャリアで印象に残ってる時間あるんですか、ね、ご自身が担当して、まあ、一番あるのは国際捜査課にいる時に韓国の警察庁に行って仕事をしたことですかね、うん、はい。どんな捜査するんですか。まあ、基本的には日本の警察は海外で捜査はできないんです。実際はね、できないんですけども、いろんなリクエストをしたりとか、そういうことはできます。まず私が行った時は当時国際捜査課にいたんですが、偽造国際運転免許証とか、あと偽物の在職証明とか、あと大学の卒業証明書だとか、そういったのも偽造して日本で、まあ、実際に、まあ、ビザのこうを得てるものがいたんですね。それを何人か捕まえたんですけども、日本で、うん、もうすでに、韓国に逃げ帰ったものもいたんです、うんうん、そのものを捕まえるためにですね、私当時は神奈川県警にいたんですが、神奈川県警からですね警察庁に行きまして、東京ので、向こうで、共犯者を全員捕まえて、裁判まで、まあ、やったという事件ですので、当時は本当は捜査できないんですけども、韓国の捜査員と一緒に現場行ったりとか、まあ、連れて行って、私はまあ同行させてもらってるっていう感じですけども、で取り調べも本当はできないんですけども、取り調べ室に入れてもらって、なんか小川さん、足らないことありますか、なんか他に聞いとくことあるとか、でそれを聞いてもらって調書にしますよね、韓国で。それは韓国は韓国でその調書を事件に使います。で日本はその調書のコピーなりを全てもらってきて、日本の裁判にその共犯者の供述として調書を使うわけです。はい、殺人事件とか担当するのがあるんですか。殺人事件は機動捜査隊というところにいたときに、やはりなんか事件の現場があれば一番最初に行くわけですよ、その現場に。ですからその時に、当然そういう現場は見ますし、あと機動捜査隊とか、あと巡査部長で、まあ、若くして巡査部長になったもんですから、その捜査一課があればその捜査本部に入れられると。ただ捜査一課にいたことはないです。はい、ですからあと巡査部長になって所轄の刑事行った時に鑑識もちょっとやったので、そういった検視というんですか、ご遺体を扱う仕事もさせていただきました。国内のなんか一番なんか難解な事件みたいなのがあるんですか、なんかこの印象に残ってるというか、ご自身が担当して、まあ、未解決になった事件、
っていうのはやはりあります。どういう事件？詳細はちょっとね、やっぱり被害者のご遺族がいるんで、ちょっとなかなか申し上げられないんですけども、やはり捜査一緒に従事したんですけども、残念ながら、まあ、未解決とかですね、あと横浜の旭区でですね、女の子が行方不明になって、まだ未だ発見されていない、女の子もいます、まあ、雨の日にね傘さしてっていう子供さんがいたんですけどね、そういったのは本当に非常に、まあ、無念というかですね、はい、逮捕するしないみたいな、はい、例えばなんかその実際にその薬物持ってて、はい、突入するとかあるじゃないですか、はい、突入するかどうかとかどう決めるんですか？それはもう現場の責任者の判断ですね、うん、はい、今は絶対いけるぞっていう なんか確信みたいなものがあればってことなんですか？まあ、そうですよね。もちろん現場に一番偉い人がいてるわけではないですから、その課長がいたりとか管理官がいたりするわけじゃないので、現場にいる責任者の判断で入るということですね。そうそう、うん、よくね、なんかもう映画とかでね、はい、実はヤクザと警察つながってますよとか、はい、なんかあるじゃないですか、はい、あんなのってのはでもどの警察にもはびこってるもんなんですか？まあ、それはさすがにないと思いますけども、ただやはりどうしても暴力団の捜査というのは情報が基本だと思うんですね、うん、いろんなところで。逆に言うと警察にはいろんな捜査員が暴力団と、まあ、言い方悪いですけどこうくっついてというか情報のやり取りをしてたんですけども、うん、情報ってやっぱ人間としてもらってばかりだと、うんうん、っていう気持ちが出てきてですね、やはり情報も上げたくなったりしたんじゃないかと思うんですよ。私は分かりません、ね、担当ないですから。ですから今はその暴力団は視察係というですね、うん、その暴力団と接触してもいいよという係があるんです。へ、はい、それはもう以前に比べるとより厳密になったと。ですからそうじゃないものが、その暴力団と会ってるとお前何やってたんだということになるし、今はそういったものの時は事前に上司に今日はどこそこ組の誰それと会いますからとか、うん、あとは薬物対策課っていう薬を扱うところなどもですね、まあ、いわゆる S という、まあ、スパイですよね、そう S がいるものがいるんですけども、その S の今日誰それとどこそこで飯食いますからとかっていったようなことをね、まあ報告っていうかそういったこともしてるというふうに、まあ、聞いてるので、以前よりは仕事がやっぱりやりづらくなったんだろうなとは思います。なるほどね、はい。お母さんが刑事した頃は半グレとかっていう言葉が出てきた頃ですか？まだ。いや、もちろんありました。あれって結局厳密に言ったら何が違うんですか、半グレとヤクザっていうのは？うん、それは組織に入ってるか入ってないか。そうそうそう、はい、ですから組織っていうのは何々組とか何々会とかっていう組織ありますよね、日本に反社の。そういう組織に入っていない。我々もよく先輩と喫茶店とか連れて行かれて、なんかちょっと変なのがいるんですね。で、先輩あれ知ってますかって言ったら、あれこの辺の半グレだよみたいな言い方をよくしてましたよね。もうそれ、まあ、30何年前の話ですけど。30何年前ですでにも半グレってことがあるんですか？もちろんあります。へー、はい、ですからその頃40年前もありました、半グレっていう言葉は。そうなんですか、はい、そうか組織属さない不良ってことですか？そうですね。関東連合とかじゃその警察からすると半グレになるんですか？まあ、今は半グレ、半グレというか今は準暴力団です。準暴力団ですか？はい、もう警察庁の指定で、ドラゴンという組織と関東連合、まあ、元関東連合ですね、これは、準暴力団というふうに、位置づけられています。それはどういった流れだったんですか？だって言ったらその暴走族の延長みたいな組織だったわけですよ、両方とも、暴力団。もちろんその頃はいろんな暴走族が集まったところが、まあ、関東連合だったんですけども、それがやはり暴走族って卒業するわけですね、どんどん、で卒業していくんですけど、その卒業していったものの中には暴力団に入ったりとか、もちろん真っ当な仕事してる人もいるんですけども、やはりその後もこう、まあ、集合してというかですね、組織化はしてないんですけども、実際集まって、凶悪なことをしたりとかですね、そういう暴力行為的なこと、あと、まあ、振り込め詐欺的なことをしてですね、なった。ただ関東連合って、私も先日実は私の YouTube のチャンネルで元関東連合の者とこう、うんうん、インタビューをさせていただいたんですけど、うん、実際関東連合がこの世に名前を出したというのは、うん、歌舞伎役者
の方と、はい、こう傷害事件、あの伊藤リオンさんですか。そう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 、こんなあの歌舞伎役者がね、あ、海老蔵さんの越冬事件ですね。そうです、海老蔵さんって言っていいですかね。まあ、もういいんじゃないですか、はい、実際にあった事件ですね。そうですね、はい、の事件で関東連合がこの世に名前を売ったと私は思ってるんです、はい、でその後に六本木のフラワー事件。フラワー事件ってどの事件ですか。あの、まあ、フラワーの中でこう襲撃をして、はい、殺害したと。フラワーってのは喫茶店なんですか。いや、あの、まあ、クラブですかね、はあはあ、で今はあの、見立て新一というものが、はい、あのフィリピンの逃走、あ、まあ、フィリピンがどうか分かりませんけども、まあ、今現在まだ逃亡中。へえ、よくだからその見立て新一さんって人はよく、はい、あの交番とかの指名手配のなんか、あ、そうです、欄に乗ってる人ですね。指名手配、国際手配されてます。で、まあ、フィリピンにいるんじゃないかと言われてますけども、まあ、それは私は会ったわけじゃないから分かりません。え、それ見立て新一さんは、そのフラワー事件っていうので誰かを殺害したから逃げてるんですか。そうです、そうです、逮捕状出てるから。あ、そういうことなんだ。はい、その海老蔵さん事件とフラワー事件でやっぱり関東連合って一躍この世に名前を売ったと私は思ってます。なるほどね、はい、関東連合ってのは関東中の暴走族のトップみたいな人たちが集まってるっていう認識ですか。いや、そんなことないですか。こう3つぐらいの、まあ、暴走族が集まって、もちろんその暴走族、それぞれの暴走族いますし、暴走族っていうのは第何代総長とかっているじゃないですか。ああ、 それが第何代、第何代っているので、まあ、すごく数が集まっていると。ただ暴力団ではないので、その第何代総長が今も、関東連合として活動しているかっていうと、中にはもう真っ当な仕事をしている者もいれば、あとはその暴力団反社と言われている組織に入っている者もいれば、まあ、普通に、働いている人たち、飲食店のオーナーもいるしですね。チリチリになってるんですね。はい、まあ、逆に言うとチリチリになってるっていう言い方が正しいのか、それぞれいろんな方面にいるって言ってもいいと思うんです。へー、ですから各方面にもいる、まあ、もちろん芸能人にもいますし。あ、元関東連合、現関東連合、まあ、いや、だから元関東連合ですね、うんうん、はい、っていうのは、まあ、この前先日の私のインタビューで、いますよという話をしてました。へー、はい、まあ、結構有名な方もいますけど、うん、まあ、そういうふうな、だからいろんな方面にこう顔が効くというかです ね、 ね、そういったのがあると。でもなんかその途中でそういう反グレに対する法律みたいなのが変わったんでしたっけ。なんかそう変わって、今は先ほど話しましたけど準暴力団という、うん、まあ、あの、位置になったということですね。ああ、そうかそうか。これまで暴力団っていうのは、あの、暴対法だとか、暴排条例っていうので結構縛り付けられたわけですね、うん、ただそこを逃れるために、暴力団に属さないものもいるわけですよ。あ、そのために半グレをわざと使うとかも言いますもんね。そうです、ですから暴力団に入るとこの暴力団に認定されるんです、うん、暴力団というのは指定暴力団というのは公安委員会に認定されているわけです、うん、で認定されたと同時に、暴排条例とか、うん、暴対法の適用を受けるわけですね、うん、ですけど半グレは受けなかったんですこれまで、うん、でそれがあの関東連合とか、ドラゴンっていう、うん、まあ、ちゃんとした組織ではないんですけども、まあ、あるグループというふうなところ、うんうんうん、やはり単なる半グレではなくて準暴力団、まあ、関西の方の地下格闘家とかですね、そういった人たちも、うん、あの準暴力団に認定されている組織はあります。へえ、そうなんだ。小川さんはその警察官を何歳で辞めるんですか。あ、刑事を、まあ、最終的に、まあ、30年やって辞めたわけですね。はい、そういうのが辞めるきっかけあるんですか。いや、辞めるきっかけは、まあ、もともと30年やったら辞めようかなというようなのが私の、まあ、人生設計の中であって、はい、いろいろやりたいこともあったんですが、本を書きたかったっていうのはあるんですね。で、まあ、本も書かせていただいて、その、まあ、最初現場刑事の掟という本を書くんですけども、その本を出したことによって、当初テレビ朝日の番組の方からですね、コメントをいただきたいということ、小川さんの見立てを聞かせてくれませんかなんていうのがその出版社の方にあったんですね。今では1000本以上出させていただいて、はい、多い時は1日最高1日7本生放送出たことあります。はい、ちなみに謎なのが、海外逃亡してたら捕まえられないもんなんですけど、見立て新一さんとかで何捕まらないんですか。まあ、結局どこにいるか分かんないからでしょうね。
給付金詐欺とかで海外から捕まってますけども、大体捕まえ方とすれば現地で不法滞在とか、あと旅券返納命令を出して、それでも不法滞在で捕まえてもらって日本国に強制送還してもらう。で強制送還してもらうと日本の領空に入った時点で、まあ、刑事が一緒に乗ってますから、日本の飛行機の中で航空機の中で何時何分逮捕するということで逮捕状を示して逮捕する。でそのまま日本に、連れてくるというのが普通なんですけども、まあ、どこにいるかわからないというのが一番だと思います。これからどうしていきたいのかあるんですか、この今後の活動的にはというか。これからのんびりしていきたいです。あ、そうなんですか。そうですね。あ、ちょっとずつこう、っていうのはもう私の同期生ももうみんな当然ですけど定年退職して、ただ定年退職してもまだ年金もらえる年代ではないので、あのまだねこうアルバイト的にいろいろ働いてる方も結構いるんですね。ただやはり私の下の仕事は、まあ、テレビに出て喋るだけじゃなくて現場に行って取材をするのが基本としているので、やはりまあ以前よりはテレビの出る本数もあのちょっとうんと減らしてるんですね、今ね。でやはり深掘りしたいとか、あのじっくり取材をしたいとかっていうのがやっぱりあってですね、あの現職の頃はどうしても刑事取り調べを主にやってたので容疑者サイドのことをいつもいつも考えてました、あの捕まえてからも捕まえる前も。だけど今の仕事になってから被害者にこう寄り添うというか、これまで警察刑事としてこう被害者に寄り添うことってあまりなかったんですね。もちろん被害者対策ってことで被害者の方を専門に、こう関わる警察官もいるんですけども、そういったのは私は30年間一度もなかったんですけども、今になってこの被害者の方のご遺族とか被害者の方の、まあ、立場とか思いとかっていうのが強く思うようになってですね、ですから今でも例えば2015年に起きたあの埼玉県熊谷で6人、ペルー人に殺害された、あの被害者の方、その方は奥様と、小学校5年生小学校2年生の娘さんを殺害されたんですけども、その方とは今でもお付き合いがありますし、あの定期的に食事をしたりとかですね、しています。またその他の方とかですね、あと未解決事件のご遺族の方とも今でもこうお付き合いのある方とはたくさんいます、はい。それは取材というよりはこう、まあ、なんていうかお話を聞いて、まあ、当初は取材だったんですね。最初は取材、まあ、取材なんですけど、それから一緒にお墓参り行ったりとか、あと一緒に食事をしたりとか、っていう、まあ、私は元刑事であり、まあ、今はメディアの仕事もしてるわけじゃないですか。だからメディアの仕事も分かるし刑事の仕事も分かるしってことで、まあ、なんかちょっと話しやすい。いくらご遺族だからといって自分の悩みってなかなか人に話せないもんじゃないですか。ただ私はもう全てを分かっているので、まあ、全てというかいろいろ分かっているので、まあ、小川にだったら喋れるっていったような方も結構いてですね、そういったのでいろいろ話をしてもらったりとか、だからもう取材はもう通り越してというかですね、そういうお付き合いをさせていただいている方もいます、ありがたいことに。中にはもう小川さんそーっとしておいてくださいっていうのもあります、もうこれまで十何年間警察の方が非常に頑張ってくれて捜査してくれたんだけども犯人が未だわからないと、それを今更テレビでやったからといって犯人が見つかるわけでもないと、やっとうちの家族も、まあ、当時に戻ってはないけどもやっと今普通に生活できるようになってきたんですよって言われたところも、ね、あって、その頃はテレビでやるんだから何か情報見つかるかも分かんないし、必ず出てくれるだろうなんて思ってたんですけど、実際はあのそうではない、家族もいて、やはりこうご遺族の気持ちをやはり最優先しなきゃいけないなっていうのが改めて思ったりとか、あと一緒にそのご遺族、まあ、ご主人静岡の富士市で起きた、タクシー強盗殺人なんですけど、ご主人がタクシー運転手さんで、その奥様と一緒にその現場に行ってですね、コーヒー好きだったってんでコーヒーをお供えして花持って行った時にはその奥様にですね、もうその現場に座り込まれてしまってですね、そこにもう泣き崩れて、
その現場にですね、そういったのもまあ一緒に見て、その後も連絡取り合ったりはしてますけども、まあ、そういったところを見て、やはりこうご遺族被害者の無念をなんとか晴らしたいなという気持ちも今もあります。ただやっぱりこの苦しい思いを誰にも伝えられない人もいるんです。だそれを聞いてあげるのも仕事の一つかなと、はい、思ってはいます。まあ、もちろんメディアに出ることも、ね、必要なんですけども、まあ、それよりもその被害者とっていうのはまあ私のライフワークになりつつあるのかなという感じですから、まあ今でもその現場には行って、現場で取材をする。特にここ数年はいじめの事件ですか、子どもさんに対するいじめの事件の取材等にちょっと力を入れたりとか、あの今でもいじめ、いろんなところでいじめが起きてるんですけども、そのいじめ、の取材、あと相談を聞いたりとかですね、そういったことも今はやっています。いじめってもうめちゃめちゃ隠蔽されやすいというか、されやすいというか隠蔽されてきました。はい、その隠蔽されてきたのが、まあ少しずつですけど改善され、学校側もこう隠しきれない、まあ、それにはこう YouTube があったりとか、いろんな SNS で発信する機能ができたので、いじめの事件も隠せなくなった。意外とメディアもですね、情報番組等もいじめって取り上げにくいんですね、どうしても。ただそこをやはり YouTube やられてる方が、令和たけちゃんという方がね、あのいじめの問題をもう積極的に取り組んで、旭川の事件とか風化させないようにした、もう第一人者の方が令和たけちゃんなんですけども、ね、そういった風に YouTube をやられてる方との力で風化させないとか、そういったことも今はあの、まあ、起きてるというふうに思います、はい。今私も YouTube やってまして、で普通の動画の配信と毎週金曜と土曜日はライブ配信やってるんですね。私がしゃべる、で皆さんが、まあ、チャットでいろいろ書いてくれる、そういう、こうやり取りをしながらこうコミュニケーションを取っていくっていうのも非常になんか私としてみたら、まあ、面白いというかありがたいなというふうに思って、あの見てくださってる方がいるんでですね、でそういったことも今とはやってます。はい、じゃあ我々が撮っていい、本日ありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。はい、ありがとうございます。3月18日、第6チャンネル広島トークライブ開催決定。前売りチケット販売中です。終演後、オンラインサロンメンバーとのオフ会もあるので、ご興味のある方、入会お願いします。そして、広島での出演者も募集しておりますので、概要欄に書いてある方法でご応募お願いいたします。2023年内に200万人突破を目指してますので、登録してない方は登録、登録してる方はご家族、ご友人におすすめお願いいたします。よろしくお願いします。